に分類される亀。別名ブロードレイ箱予告ガ亀。ケニア固有種模式標本の産地は、トゥルカナ湖南東部。最大高長15.5センチメートル。背坑はやや扁平で、上から見ると、第8から9円甲板で最も幅広い。第1から5、C 甲板には、後部が、コブ状になる筋状の盛り上がりがある。第2から4、C 甲板は平坦。 炎パ板の外縁は尖らない。廃校の色彩は肺褐色で黒や暗褐色の細かい放射状や虫食い状の反紋が入る。復興の骨寒パ板は完全に融合せず隙間がある。股寒パンより後方の横幅が急に狭くなる。左右の交換ンの間には深い切れ込みが入る。蝶都外があまり発達せずほとんど折り曲げることはできない。 復興の色彩は黒や暗褐色で、復興中央部に名色部が残る個体もいる。頭部は大型で、幅広い。額を覆う色は極めて大型。下顎には2本の大型なヒゲ状突起がある。頭部の色彩は褐色で、黄色の細かい虫食い状の斑紋が入る。側頭部から、頸部覆面の色彩は、単行色。頸部背面や四肢尾の色彩は、 高褐色や灰色。孵化直後の容体は高、高長2.5センチメートル。容体はキールがより明瞭。復興の色彩は、炭鉱色で、不規則に暗色藩が入る。種照名ブロードリーは、ドナルド・ジー・ブロードリーへの懸命。以前は、アダンソン箱横首メとされていたが、独立種として記載された。分布が非常に限定的で、 生息数が少ない種と考えられている。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。ケニアは亀の輸出が厳重に規制されており、加えて本種は保護の対象とされているため世界的にも流通例は少ない。日本には2006年に初めて輸入された。飼育下では魚類用の配合飼料に餌付いた例がある。ありがとうございます。